天竺ネズミ、川原克美は、めちゃくちゃな人。ギリ変態側の人、かな、ストーンズ、田中一樹。ストーンズの田中一樹が、読売テレビ日本テレビ系全国ネットの特番、ゴールデンタッグに出演する。芸人とアイドル、因縁のライバル、毒舌コンビ、年の差コンビなど、これまでテレビの歴史を彩ってきた様々な、ゴールデンタックたち。この番組は明日のテレビ界で輝くかもしれない。 未知なる二人を掛け合わせて芸能界の新たな組み合わせ、ゴールデンタッグを発掘していく。MC はユーモア溢れるツッコミやトーク力、洞察力を武器に幅広いジャンルで活躍している設楽治。バナナマンと老若男女。幅広い層から支持が高いホランチ焼きのゴールデンタッグ。吉村隆、平成のぶしこぶし、トム会計、パンサーが週替わりのゴールデンプロデューサーとして、ゴールデンタッグ。 となるる可能性をを感じている2人組ロケシシチュエーションンプレゼンその内容とロケ VTR を受けて MC2 人スタジオゲストが「ボールデンタッグ」を発掘できたかをジャッジする今回の挑戦者となったのはストーンズ田中樹を含む全4組8名2週連続の放送の中で「ボールデンタッグ」を狙う4組4様のロケ VTR 新たな「ボールデンタッグ」 が誕生する、かもしれない、様子を届ける放送は、読売テレビ日本テレビ系全国ネットで9月19日、26日、2週連続23時59分よりスタート。放送終了直後より、TVer でも見逃し配信される。出演者インタビュー、スーパーアイドルと個性派芸人のゴールデンタッグ誕生なるか。田中樹、ストーンズ、かける川原国旗、天竺ネズミ、 タッグ、9。川原さんと組んでみていかがでしたか田中、めちゃくちゃな人。けど、ボールデンタッグ、になれるように頑張りました。普段はストーンズ5人を相手にして、ファンの人たちは、キくんすごいね、大変だね、と言ってくれる。その2倍、10人分くらいの大変さでした。天才と変態って紙一重じゃないですか表裏一体のギリ変態側の人、かな、9。 田中さんと組んでみていかがでしたか川原、かなりの印象だと思います。名前を聞いただけで印象しかない。かなりの印象しか残ってない。これ、カメラマしは知ってるんですかそもそも何がどうなったら、ゴールデンタックなのかゴールデンタックよくわからないです。祖父と孫ほどの年の差ゴールデンタック誕生なるか長谷川正則、錦鯉、かける長尾湯のタッグ。 9ユノちゃんと組んでみていかがでしたか長谷川、ユノちゃんは礼儀正しくちゃんと挨拶していて大人っぽい一面がある一方で、カメラ回っていないところでははしゃいだりして子供らしい一面も見える。最初は緊張と不安もあったけど、あるきっかけでぐっと距離が縮まった。まさに、ゴールデンタッグ誕生、と思えた。9長谷川さんと組んでみていかがでしたかユノ、ゆの 長谷川さん大好きです。楽しい夏休みがもう一つ増えました。いつも面白いギャグをしているところが好き。めっちゃ面白いです。長谷川さんとゴールデンタッグになれたと思うし、また一緒にやりたい。子供に人気が出るゴールデンタッグ誕生なるか。糸井義をかける浜口京子タッグ9。浜口さんと組んでみていかがでしたか糸井、これ以上ないゴールデンタッグになれました。 最初は表情固かった演児もいましたけど、最後は溶け込んだのかなって感じました。正直言うと、オープニングから、ボールデンタック、だと思ってましたね。旧糸井さんと組んでみていかがでしたか浜口、最高でした。すごいぴったりで今まで出会った中で一番父に似てます。わら、私が困ったり止まったりしたら必ずフォローしてくれましたし、こんなに合う方っているのかな。 と思うぐらい、すごく素敵な方でした。アスリート同士が幼稚園の先生になるとどういう風になるんだろう。という感じ見ていただけると、一つ一つがすごく面白いと思います。昭和おじさんと令和ギャルのゴールデンタッグ誕生なるか。石原良純かける村重アンナタッグ、9、村重さんと組んでみていかがでしたか 石原村重ちゃんに新しい食べ物紹介してもらったり楽しかったよ。陽気に遊びました。テレビでしかあんまり見たことなかったので村重ちゃんがどんな子なんだろうと思っていたけど、しっかりしてるね。しっかりしてないのは俺だよ。ほんとまあでもね、楽しい旅をさせていただきました。ぜひ、皆さんお楽しみに。旧石原さんと組んでみていかがでしたか村し 前代未聞の二人だと思うんですけど、分かり合えた部分がたくさんあった。分かり合えなかったところもたくさんあったんですけど、まあ世代だし、人生だなと。そして意外と無邪気な方なんだなと思いました。悪い意味で、笑、でも、最強タッグになれたと信じたい。でないと、この村重の疲れは何だったのだろうと思う。ありがとうございました。